はい、どうも、白熊先生です。今日はですね、2018年に必ず伸びるというか、もうかなり伸びてきているバーチャル YouTuber についてお話したいと思います。まずですね、バーチャル YouTuber っていうのは、もうこれ単純にですね、いわゆるアニメのキャラクター、 3D のキャラクターみたいな女の子がいて、その女の子が YouTuber なんですよ。で、その女の子が何か企画をやったり、まあそれにアテレコでなんか声優さんがですね、声を入れて、そこでなんかいろんな企画をやるみたいなやつがバーチャル YouTuber なんですけど、最近そのバーチャル YouTuber の伸びがとにかくすごくて、最近ですと、チャンネル登録者数の伸びがですね、日本で1位から3位まで全部バーチャル YouTuber が独占したくらいなんですよ。もういわゆる激アツなコンテンツなんですよね。で、このことから何がわかるかってことなんですけど、まず第一に言えるのは、 YouTuber ついに企業が本格参戦してきたなっていうことなんですよ。いわゆる YouTuber っていうのは、僕みたいな一般の何でもない人が好きに動画をクオリティ関係なく上げれますよ、自由な場ですよっていうのが YouTuber のいいとこだったと思うんですよ。そこにバーチャル YouTuber っていうのは完全な企業型なんですよ、参戦が。というのも何かっていうと、あれだけクオリティの高いキャラクター、そしてあの声優やってる人、まあ普通の人じゃないです、完全に声優とかやってるような人ですね、そういうものとかをつけてあの編集ができるっていうのは、まあ間違いなく個人では無理だと思うんですよ。おそらく何かしらの企業がその企業のプロジェクトとして参加してるっていう可能性が非常に高いんですよ。ってなってくると、今までの YouTuber の一般人が誰でも好きなことできるっていう場じゃなくて、これから先は各企業がその YouTube の戦場で戦うような感じになってくると思うんですよね。で、そうなってくると企業がマジで入ってきた時に、いわゆる、まあ、僕もそうですけど、何でもない一般人がやってる YouTuber が果たしてどこまで戦えるのかっていうのがちょっと不安だなっていうふうに僕は思います。2018年、実際問題さっきも言いましたけど、チャンネルの伸び率トップ3をバーチャル YouTuber が支配するような時代になってますからね。で、次にですね、このバーチャル YouTuber の強みを僕は的にちょっと考えたいと思います。その強みは何かっていうと、要はキャラクターに言わせてることだから炎上しづらいっていうことだと思います。というのは何かっていうと、いわゆるですね、ああいうバーチャル YouTuber の動画、僕何個か見てみたんですけど、割とですね、何かをいじったりとか、こう辛辣なね、こう性なんつうんで言うんですかね、なんかこう辛辣ないじりみたいなね、こととかも結構言うんですけど、割と笑いになりやすいんですよね。というのは何かっていうと、やっぱり生身の芸能人とかもそうですけど、ああいう生身の普通の人間がちゃんと顔を出して誰か、個人の誰かを否定したりとかいじったりすると、やっぱり炎上っていうものにはつながりやすいんですよね。で、それに対してバーチャル YouTuber は一応まあ人がね、声でやってますけど、一応キャラクターですから、あれ、うん、ああいう風にキャラクターが何かをいじったりとかしても、割と笑いになりやすいというか、いう感じで本気で怒る人はいないんですよね。だって実際問題考えてほしいのが、例えばですよ、漫画だったりとか、こう漫画のキャラクターとかでも、ギャグ漫画とかで結構辛辣に芸能人をいじったりとかするような漫画もあったりするんですよ。まあ、すごい有名どころで言うと、銀魂とかそうですよね。銀魂って結構芸能人の名前出して芸能人をガンガンいじったりするんですよ。でも別にあれで銀魂が炎上したりしないじゃないですか。じゃああれはなんでっていうと、結局銀魂の中に出てくるキャラクターが言ってるだけだからっていうことですよね。キャラクターが言ってるからってことで、あんまりこう、なんていうんですかね、現実感がないというか、こう炎上するみたいな雰囲気にならないんですよ。あれと同じいじりを多分芸能人が顔出しでしてたりすると、いろいろめんどくさいことも起きることもあると思うんですよね。結構なんかこう政治的ないじりとかもね、結構したりしますから、はい。まあ、そんなわけでですね、炎上案件にもなりづらいっていう点から考えても、今後バーチャル YouTuber の勢力はどんどん伸びていき、この今売れてる流れを見た他の企業がですね、じゃあうちもみたいな感じで参戦して、2018年はバーチャル YouTuber 戦国時代になるんじゃないのかなっていうふうに僕は思ってます。まあ、そんなわけですね、この話にちょっとでも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いします。どうもありがとうございました。